僕そのこれを言うとちょっといやらしく聞こえますけど、はい、例えばサインくださいって来るとするじゃないですか、うん、あいいですよって書くじゃないですか。で中にはこう自分のこと分かってなくて言う人もいるんですよ。あサイン書いた後にこれなんて書いてるんですかでも自分はもう全然あこれは豊ノ島ですって言うんですよ、はい、あ別に全然気にならないっていうか人によってはマジ失礼なやつだなとかあるんですけど、うん、自分はそこでなんかいやもう失礼やろとか 言ってなんか相手に気悪くさせたらこの人絶対応援してくれないなっていうのがあるんで、うん、気持ちよく言ってあげたら応援してくれるだろうなっていう、うん、純粋それだけで結構あんまり気にせずにやってたんですけど、でもそれがいいとも思わないし、いや僕はそれの方がいいと思いますよ。やっぱそのサインくださいって来て、はい、まあ、とあるね某人某関取がサインくださいって来た時俺の名前わかるって言ってちょっとって言われた時に書かないっていう人がいたんですよ。でもその人の言うことも僕は間違いじゃないと思うんですよ。それはだってプライドありますから、来た人にだって名前わかんないのにサインみたいな、いや書かないってそれは間違いではないじゃないですか、うん、でもなんかそれすることによってこの人がいやちょっと書いてくれなかったって言ったらもうマイナス意見しかなくなるし、なるほど、そこ気持ちよく書くだけで全然違う。いや俺もそう